DGS、フランス進出おめでとうございます。ん？え、私は現在パリ在住なので、うん、ぜひ今年のジャパンエキスポにディアナ・パルジャンヌを連れて足を運んでみようと思います。そして船便で無事在庫が届いたのか、見届けてきたいと思います。パリに住んでてよかったです。はあ。ということで、あ、出た出た、いるんだね。うん。小粋なディア・パリジェンヌが、DPJ が。DPJ。DPJ、わかんないけど、綴りわかんないけど。DPJ。DPJ。D、D、D、ディア。なんでもいいよ、もう。パリジェンヌ。そこ深く掘るとこじゃねえよ。パリにリスナーがいるってことがすげえってことだよ。ビックリボンジュール、ビックリボンジュールですよ。ビックリボンジュールだよ。DBJ だよ。いるんですね、これ。すごいですね。そうですよ、ジャパンエキスポ。うん。フランスで開催の。いつやのジャパンエキスポって。うん。7月 ?7 月。あら、そう。夏に。あら、湧き汗真っ盛りの時期に。ねえ、船便で2ヶ月ぐらいかんの出すのに。あら、じゃあもう今そろそろもう、ねえ、運んでおかないと。ちなみに社長はさ、パリ行ったことあんの？ないの？ないの？ないの？本当に？ないのに闇雲に行くんだ。もう全くわからないもんね。そうですね。なんだろう、どこに賞賛があるのか、うん、何しに行くのか。まあ、あれでしょ、エッフェル塔との対決でしょ。ああ、エッフェル対決。どっちが大きいか。大したことねえなっつって。あと、凱旋門との対決でしょ。うんうんうん。あと、凱旋門どうやってくぐろうかなみたいなことか。うん。くぐれるかな。くぐれるかな。リンボーダンスでくぐろうかなとかでしょ。頭ぶつかんないかなか、うん。とかですよ、きっと。かな。そんなでかくねえよ。いやー。そんなでかくねえ。でもほら待ってるパリジェンヌいますからね。いるか。いるってのがすごいですよ。いやー、そうですか。じゃあほんとグッズが、うん、なんだろう、買う方いらっしゃるかもしれないですね。なんかあれですよ、内田さん、じゃあ凱旋門からエッフェル塔やってきてください。向こう行ったらやってきましたよっていう報告だけ、うん、報告だけ。あ、それこそさ、内田さんツイッターやってんだからさ、ナウ、うん、そうだナウ、凱旋門ナウからのエッフェル塔ナウ。ナウ。おー、うん。からのモンサンミシェルナウ。モンサンミシェルいけんのすげえ遠い。すげえ遠い。いけない。ちょっと頑張って売ってきて。売ってください。まあ、まだだいぶ先ですけれどもね。うん、7月なんて割とあっという間なんで。本当ですよね。ねえ。うん。賞賛は、うん、まあ、もし行ってきたらまた報告受けますので。本当ですよ。この番組の中でもね、はい、皆さんにお伝えすることもあるでしょうけれども。なんだろう、そんな、もういろんなことがぼんやりさ、そう。どうも不安になってくる。ぼんやりなんだこれ。不安になってきちゃった。